パリパリの皮とふっくらした身の塩焼きに、油が口の中でとろける刺身。庶民の味であるはずのサンマに今異変が起きています。やっぱり今年も釧路のサンマは最高と言いたいところなんですが、こちらは特別に調理していただいた去年のサンマです。市場をよく見てみると、並んでいるのは加工品や一夜干しだけ。生のサンマの姿はありません。サンマってありますか？サンマは全然入ってないですね。これなんでなんで？水揚げがないらしいんで。漁の現場を取材してみると、港に停泊したままのサンマ漁船が。道東沖では今月から流し網漁が解禁されましたが、これまでの水揚げはゼロ。広尾漁協などによりますと、9月末までの漁期を残し、漁を終える方針を固めたということです。不漁が続くサンマの流し網漁、水揚げ量がゼロになるのは、漁が許可制となった1997年以降初めての事態です。その主な原因の一つが海水温の上昇です。2000トン近くの水揚げがあった2009年、道東海域の水温は平年より低かったことが分かります。しかし今年は平年よりも2度ほど高くなっているのです。不漁の影響は札幌にも。こちら鮮魚コーナーなんですが、サンマはありました。やはり並んでいるのは生ではなく解凍されたサンマです。この日の価格は1匹100円、仕入れ価格が上がり100円から150円で店頭に並ぶ日が続いているといいます。まあ、昨年から比べても 1.5 倍ぐらい、まあ安い時、豊漁だった時から比べたら、まあ5倍ぐらいの値段にはなっていると思いますね。高いしね、なんかね、小さいよね。手が出ません。昔はまだね、30円、40円の世界だったんですよ。高値の花になりつつあるサンマ、来月中旬から始まる棒受け網漁での復活が期待されます。